皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。今日は、ノベルコア君とアイルザ・ショータさんの新しいグッズの情報、それからコア君の LINE が始まったというお話をさせていただきたいと思います。まず、アイルザ・ショータさんの新グッズが今日販売になりますので、そのお話をまず最初にさせていただきたいと思います。アイルザ・ショータ新グッズファンクラブ先行販売。 10月20日木曜日の10時からということです。こちら、販売数に限りがあるということなので、もしかしたらまたすぐに売り切れてしまうかもしれないんですが、アイルザ・ショータさん自身がデザインを監修した3つのアイテムが販売となります。トートバッグ、タオル、キーホルダーの3種類ですね。いややっぱりどれもすごくおしゃれですよね。特に私はこのトートバッグの持ち手のところが可愛いなと思いました。 タオルもすごくおしゃれで、本当にアイルザ・ショータさんのグッズっていうのは、一見こういったファングッズっていうのはわからないような、とってもおしゃれなデザインになってますよね。アイルザ・ショータさんのそういったこだわりもすごく感じられるなというふうに思います。はい、続いてコアくんなんですけれども、コアくんも10月16日、 自身のメジャーデビュー2周年、それからアウター誕生1周年の日に、このネックレスを販売開始しています。で、まずこのネックレスについてお知らせすると、こちらはチャームとチェーンのネックレスの部分が別売りになっていまして、それぞれ税込み2万円となっています。こちらも販売開始からものすごい人気でですね、 現在お申し込みされると手に入れることができるのは2月ということになっています。で、こちらのネックレスもコアくんのこだわりがめちゃくちゃ詰まっていますので、そのあたりも少しご紹介できればと思うんですけれども、まずこのチャームですね。チャームはノベルコアと彼のファンダムアウターの絆の象徴として制作されたオリジナルジュエリー。 ノベルコアとアウターのロゴが組み合わさったコアウィズアウターのロゴが立体的にデザインされたチャームにはノベルコアの象徴でもある赤色のストーンが埋め込まれておりネックレスチェーンに通すリング部分にはアウターのロゴのモチーフを採用ということですで、こちらのネックレスとチャームについてはコア君はアクセサリーとして作ったということなのでグッズという言葉に収まりきれないクオリティとこだわりが本当に詰まっています 私もこのネックレスのことについては、コアくんから結構ハウスパーティーだったりとか、あとはインスタライブなんかで聞いていたので、本人がどういうこだわり、どういう気持ちでこのネックレスを作ってきたかっていうのは、たくさん本人の言葉で聞いていまして、本当にコアくんはすごく気遣いができて優しい人だなっていうふうに思っています。 例えばこちらのネックレスやチャームについてはアレルギーを起こしにくいシルバー925を採用しています。そのことは販売ページにも書いてあるんですけれども、確かコア君はそれ以外の成分についてもアレルギーが極力起きないような金属成分を使っているという話をしていました。そしてこのチャームの側面にはノベルコア直筆のコアウィズアウターの刻印をあしらっているということで、 コアくん自身のこだわりが細部まで詰まったデザインとなっています。で、箱についてもコアウィズアウターというコアくんの直筆の刻印が入っているという話があったかと思います。で、こちらのチャームについては後日になるとは思うんですが、コアハウスのオリジナルバージョンも出るという話をインスタライブの中でしていました。コアハウスのオリジナルバージョンについては、 鍵がついたデザインになっているというような話をしていましたね。もしかしたらこれからもこのチャーム自体はいろいろなデザインで販売されていくかもしれないんですけれども、ただこのネックレスやチャームについては今後高級的に販売されていくということなので、どこかのタイミングで売り切れて買えなくなってしまうということはないそうです。 今後ずっと受注販売を続けていくということでしたので、コアくんがしきりに言っていたのは、とても金額が高いものなので、それぞれのタイミングで無理なく購入してもらえたら嬉しいということを、もう何度も言っていました。何度も言っていたのに、発売当初数分で完売するというとんでもない人気ですよね。で、それからすぐに追加販売があったんですけれども、そちらも確か7、8分ぐらいで売り切れたということなので、 コアくんの人気ぶり本当にすごいなというふうに思います。で、こちらがチャームのお話なんですが、続いてネックレスのチェーンのお話をしていきます。ネックレスのチェーンについても、同じく素材はシルバー925でアレルギーが起きにくい素材を使っています。 このネックレスチェーンもものすごくこだわりが詰まっていまして、アウターのロゴ同士が手をつないだモチーフがチェーンの間や留め具の部分にデザインされているということで、こちらすごくコアくんらしいなと思ったのは、あえて左右非対称に配置されているということです。アウターは多様で複雑な存在でいい、こうあるべきは存在しないというノベルコアの理念を表現しているということです。 で、コアくん自身も言っていたんですが、このチェーンだけでつけるのもとっても可愛いよということです。この、あえて別売りにしているっていうのもコアくんの優しさや気遣いが詰まっていて、例えばさっきのチャームを自身が持っているチェーンに通して使ってもいいし、というようなお話もしていました。 こちらのチェーンは長さまですごくコアくんがこだわって作ったという話をしていたんですけれども、ただ長さについては調節ができるというふうにホームページに書いてあります。こちらの留め具部分にもコアくん直筆のコアウィズアウターという刻印があしらってあるということです。 先ほどもお伝えしましたが、こちらのネックレスについても今後高級的に販売しているので、どこかのタイミングで販売が終了してしまうということは予定していないということでした。はい、そんなコアくんなんですけれども、こちらも先日メジャーデビュー2周年の記念日に公式 LINE がオープンしたよという情報を解禁していましたね。で、この LINE 皆さんご登録されましたかいや、あのー、 本当に公式だけど公式っぽくない LINE だよみたいなことを最初にコア君も言っていた通りで、すごく本当にコア君とまるでプライベートのお友達になったかのような LINE が届くんですね。なのでこれは私としてはですね、アウターさんだけじゃなくって BMSG が好きだよっていう方にも全員登録してほしいなと個人的には思っています。本当にコア君とお友達になったかと錯覚するようなとっても楽しい LINE が届きます。 もちろんスタッフさんたちから公式な情報が届いたりすることもあるようなんですけれどもこのように本人が何気ない話を LINE してくれるっていうのが本当に楽しいなと思います。で、こちらの LINE がすごく楽しいなって思われた方はぜひぜひ一度コアハウスも覗いていただければなというふうに個人的には思っているんですけれどもコアハウスもコアくん自身が書いたすごく長文のブログがあったり で、それも本当にあの LINE に現れているようなコアくんの人柄がすごく溢れていたりとか、あとはハウスパーティーですね。これももう本当に面白いです。もう楽しいとかじゃなくて面白いんですよ。コアくん本当に愉快な人だなと思いながらいつも聞いてるんですけれども、そういったコアくんの人柄溢れるコンテンツがたくさん増えていって、私もとっても嬉しく思っています。 はい。ということで、今日は、アイルザ・ショタさんの新グッズ、それからノベルコアくんの新しいアクセサリーと公式ラインのお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。追っかけ情報局、リコでした。